はじめまして。役立たずのベリンだよ。薬は病気を治すためじゃなくて、現状維持のために飲んでる。毎回悪くなるところが変わるから、薬の種類と量が半端ないんだ。仲のいい死神は、いないな。特に、ルームメイトの彼は最悪。僕がストレスで倒れたら、全部彼のせいだからね。余計な世話ばかり焼いて、僕の気持ちはお構いなし。病弱だからって、同情されるのは嫌なんだ。そんなことされたって治らないしね。僕が倒れてても驚かないで。死神は、もう死なないから。喜んでるよね。え、僕本当に、あ、いや、選んでもらうなんて初めてだからびっくりして。ごめんなさい、人見知りなんだ。あ、聞かなきゃいけないことを忘れてた。あの、名前は？え、ああ。ね、念のため確認しとこうと思って。誕生日は？別に、おかしなこと企んでるわけじゃないから、心配しないって。だって、聞けって言われたからさ。あ、大丈夫。病弱なのは僕だけで。僕みたいな死神しかいないと思われちゃ大変だから。僕のグループの死神を紹介するよ。僕は、ユセフさんとモリ、クインシーと同じディルクロなんだ。おかしな組み合わせだよね。夜が明ける頃、死神になったからディルクロらしいよ。真っ昼間や夜中に死神になってなくてよかったよ。何見てるの？本気？そんなことは初めて言われたから。そんなに仲がいいわけじゃないけど。ディルクロの死神を連れてくるよ。辛いな。ふぅ、お前が、ストーリー、それじゃあ、それじゃあ、さあ、死神。
どうにゃ？それじゃ！あ、その前に編成をタップ。タイはさまざまな状況、ステータスの高いか大事な。それじゃ、ほ。今度は僕たちが調査と浄化について説明するよ。おい、出しゃばんなよね。ヨだって説明くらいできるし。いいか？調査っていうのは、いうのは。調査というのは、魂をきれいさっぱり浄化する仕事のことを言うのさ。浄化された魂は、蝶になって万華鏡に封印されるんだ。魂を浄化するために外に出ることを調査とにゃにゃ、大丈夫なのにゃ。詳しいことは我が輩が後からちゃんと説明してやるにゃ。説明を聞くだけではわからないことも多いよね。実際に行ってみようか。心配いらないよ、マネージャーさん。僕と死神たちがついてるんだから。さて、現在の死にクリアまでの残り、それじゃ、貴族の名誉にかけて。わかったよ。休みたいから言ってるんじゃないけど、休めるときにわかったよ。療養が必要だと思うけど、どう思う？レベルが違う。過度の期待は禁物ですよ。レベルが違う。見飽きた顔だ。もう終わりか。お達しで。私のことは、あんな奴らに送り取るはずが。僕でも役に立てた。いいなぁ、マネージャーさんは。僕より強い。これ。僕のカードをもう一枚あげるよ。どこで使うのかは、にゃんこ、にゃん先輩が教えてくれるらしいよ。喜んでる。いいよね。同じ死神、限界突破で。同じカードが2枚あるの、わかるかな。それを使って限界突破するみたいだけど。限界突破、限界、それ内容。あ、咳が収まった気がする。どんな姿になろうと僕には意味がないことだけど、限界突破するとカードの見た目がかっこよく変わるんだって。カードレベルの最大値も上がるとか。とにかくたくさんやってみるといいと思うよ。はあ、ここまでつまずくことなく来るなんて、さすがマネージャーさんは違う。にゃん先輩があなたを探してるみたいだね。僕はここで休んでるから行っておいでよ。ホームに戻っ、
限界突破。見つかった。ああ、びっくり。3秒で終わらせる。もう終わり。お前らに慈悲などない。あんな奴らに送れよ。私に任せてください。私の目を見てください。病弱な僕を先に行かせる。これは夢。急が、ああ、出たな。もう終わり。お前らに慈悲などない。あんな奴らに送る。僕でも役に立てた。いいなあ、マネージャーさんは。僕より強そうで。やっほー。新人、ここまでよく頑張ったにゃん。にゃにゃん。まだ続くの。聞いてるだけで。めまいがしそうだよ。言っておくけど、マネージャーさんが逃げ出しても、僕にはどうすることもできないからね。死神支部の仕事に慣れてきたら、また新しいことを教えてやるにゃん。習うよ、にゃふ。僕にわかることなら、何でも教えてあげるよ。まあ、役に立てれば、だけどね。ちょっとマシに見える？